というわけでね、岡山の後楽園やってきました。それじゃあこっちね、旭川の河川敷の、まあ、これ桜カーニバルがね行われている、場所なんですけども、なんかテレビでニュースでね、なんか結構ねゴミがめちゃめちゃあるっていうね話を、聞きました。本当はねゴミはねなんかお持ち帰りくださいみたいなね感じなんですけど、ちょっとねどんな感じなのか見ていこうかなと思います。結構やばいらしいですね。でも今日寒い、昨日と今日ね寒いのであんましいなかったみたいな、ね、感じなんですけど、ちょっと見ていきます。お、早速ゴミがありますね。あ、これはもう屋台のやつですね。からね、大体皆さん花見をされるんですけど、まあ、ここ本当に入り口みたいな感じで、まだあれなんですけど、ここにもゴミが。たくさんあります。先ほどのね、ものとほとんど、まあ、似てますね。ああ、これですね。バーベキューした後に、ここで炭を捨てたですね。まあ、バーベキューしてね、こういうとこにね捨てちゃうとね、なんかあんまし良くないらしいですね。本当は自宅に持って帰ってっていうのがルールなんですけど、ここにもありますね。ちょっと焼けてますね。お、これはどっかのスーパーのやつですかね、これ。ちょっと写真を撮りながら行きます。まだね、ここはね、入り口みたいな感じなので、そんなに人がいっぱい集まるとこじゃないんですけど、ちょっとこの先を急ぎます。結構ね、Yahoo ニュースとか、まあ、そういうなるぐらいのあれだったので、まあ、全国各地で花見は行われてるんですけど、なぜかね岡山がボンと出てきたんで、ああここも炭がありますね。これは場所取りなんですけど、まあちっちゃなゴミも結構あります。これですね、ゴミ捨て禁止なんですよね。していきます。逆にこのブルーシートとか持って帰るのが面倒くさいからとか、まあ、汚れてるから持って帰りたくないって、そのまま放置してる可能性もなきにしもあらず、結構ね洗うの大変だったり一苦労かかるので、実際ちょっとどうなのかわからないですけど、でもこれ場所取りには見えないというかね、もう水浸しで持って帰るのがめんどくさいみたいな感じだと思うんですけど、ビールの缶があったりなんですけど、あ、これですね。ちょっと今問題なのがあります。
桜の木が、おられてます。その中にゴミがあったりするんですけど、これはまた今日もやるのかな。この辺にもね、ゴミがかなりありますね。ですね。まあ今日持って帰るのか、それともこのままの状態になるのか、想像はつかないですけど、ちょっと写真を撮りながら行きます。これも、網の焼いたバーベキュー終わった後かものが置いてあります。広いですね。ここもいっぱいありますね。まあ、カラスがね、持っていってしまったものもあると思うんですけど、これはすごいなと思います。にもね、ゴミがあります。これもバーベキューゴミですね。網がそのままですね。対してそのゴミをね、持って帰らずね、捨てるっていうのが、ここで捨てるとか、まあ、そのまんまにしておくっていうのが、まあどうなのかなっていうことですよね。まあ岡山城がね、こうやって見えてますけど、例えば観光客とかね、こういうの見たら、まあ、どう思うのかなっていうことですよね。すべての人がやってるっていうわけじゃないんですけど、ごく一部のね、方がゴミをね、そのまんまにしておくのはどうなのかなと思います。まあ多分ね、今日っていうか、まあ、まだマシだと思うんですけど、こうテレビとかニュースでね見た時はもっとすごかったので、まあね、これから、まあ、今日
まあ、実際どうなのかという部分ですね。